に翔平ホームラン後に左腰付近を痛めた？腰の痙攣で交代。もう休め、大谷。腰大丈夫か？痛めたっぽいな。怪我だけはやめてくれ。腰はいつもたまに触ってるやろ。毎回怖いんだよな。今日はより怖い。大谷交代してるやん。大谷交代か。よしよし、前向きな交代であるのを祈るのみ。そら交代よ、人間の限界超えてるからな。さて大谷降りたなら少し寝とこ。え？怪我したん？怪我は嫌だ、怪我は嫌だ。ほんま怪我だけはやめてくれよ。痙攣か。痙攣やって。痙攣ならまあ。使いすぎで釣ったみたいなもんやろ。明日はさすがに休むかもな。大谷の体、いい加減にしろ。しゃあない。これやね。大谷もう寝てるやろな。寝るの早すぎてくさ。大丈夫そうなら何より。何事もないといいが。痙攣ならまあ夏場に完投した時点でプルプルやろうしな。水分塩分取って休め。筋痙攣は脱水やろ。ピッチャーで頑張りすぎや。水分ちゃんと取ってしっかり寝れば明日の試合には間に合いそうやな。腰の痙攣はやばいって信号に異常が出たわけやからな。痙攣なら明日はもう大丈夫やん。さすがに頑張りすぎや。明日は休んでくれ。ネビン、OS1 買ってこい。念のため明日は休めと思うが、休まないのが大谷翔平だしな。明日からの3つって今年一番大事なカードになりそうだよな。大谷心配や。一番勝たないといけないトロカスの試合に出れないのは痛いで。まあ球団が大事ないって言ってるんだから大丈夫やろ。レンドンの腰犠牲にしていいから完治させてくれ、頼む。くさ。今日はゆっくり寝てくれ。移動あるんちゃう？ネビン大丈夫だと言っていた。次の日スタメン、どうせ今日この後もこれ。明日からがおもろいのに大谷でレンとかなるのはやめてくれよ。